5月の18日水曜日です。午後の7時になりました。さあ本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、ほぼほぼ毎日とは言っておりますけれども、1週間ぶりのライブ配信です。先週水曜日から、 今日一週間後の水曜日まで一週間少しお休みをさせていただきました。まあその間、名古屋、東京、鎌倉、京都と、まああちこちで京都の魅力を皆様にお届けをさせていただきました。昨日京都の方に帰ってきまして、昨日もね、ちょっとお昼間、夜といろいろですね、公演、打ち合わせがありましたので、今日ようやく午後7時になりまして、このオフィスでゆっくり ゆっくりと皆様にライブ配信をお届けできることになりました。もうなんかね、一週間前のことが遥か昔のような感じになってまして、木曜日は名古屋で公演して、そのまま一気に関東に移動して鎌倉をちょっと下見しまして、雨でした。結構木曜、金曜は太平洋側中心に大雨でした。その中なんとかね、 これ、今回、鎌倉散歩が先週日曜日にあったんですけれども、私も、この鎌倉散歩、実は、3年前に企画をして、台風で流れ、コロナで流れて、今回3度目の正直だったんですよ。ですから、3年前に企画をして、計画をしたコースだったので、あらー、一つ目に見学をする演覚児。 あどんな境内だったかなとかね、ちょっとおぼろげなところがあったので、これはやっぱりちょっとね、先んじて一回見ておこうということで、木曜日に行ったんです。そしたらまあ、雨が結構降りましてね。まあそれでも、やっぱり当日、5月の15日の日曜日に、鎌倉散歩第1回目をさせていただきましたけれども、境内を下見しておいたがために、よかったです。やっぱりこう皆様をね、ちゃんとこうご誘導できましたので、 5月の15日日曜日の1回目、鎌倉散歩を皆さんに楽しくご参加いただけたのではないかなと思っています。もう1回、5月の29日の日曜日、あと1週間半です。もう1回、鎌倉に行きますので、5月29日の日曜日ご参加、ご希望いただいている皆様、ぜひ鎌倉で もう一回ですね、鎌倉の魅力、京都との歴史のつながりなんかもたっぷりとお話をしたいと思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。ちなみに、その5月29日日曜日の前の日、28日土曜日は、江戸旅がありますよ。桜田門集合して、井伊直助の屋敷があった、井伊家の屋敷跡も巡ったり、また、 現代で言いますと、国会議事堂、首相官邸なども近くを通りますので、その後に、日吉、えー、日枝神社ですね。日枝神社を参拝して、赤坂見つけの方まで歩く予定しています。江戸旅はあとね、6名。残り6名様のご参加が可能ですから、ぜひ、5月の28日土曜日、東京で開催します。 ぜひ、江戸旅、ご興味ある方は、まあ、この後、この動画、YouTube、Instagram にアップするときに、江戸旅のリンク貼っておきますので、ポチッとクリックをしていただきまして、ぜひ皆さん、ご参加、ご希望のね、メールをお待ちしておりますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。さて、今日はですね、こちら、楽旅京町屋の1階の広間の方からお届けしています。 5月ということで、まだ私たちの京町屋では、単語のセックのお飾りをさせていただいておりまして、若武者の人形と、馬、そして、虎ということで、単語のセックのお飾りをもう少し、もう少しだけさせていただこうと思っていますで。今日はお花の先生のお稽古がありましたので、こちらにもお花をきれいに生けていただきまして、 これから咲いてくるのがユリ。そしてピンク色のカーネーションと。でね、先生からお伺いしたこのオレンジ色の花。何回聞いてもこれは覚えられませんね。ちょっとメモがあるんです。こちらのオレンジの花は、難しいですね。アルストロメリア。 アルストロメリアというそうです。多分もうすぐ忘れます。アルストロメリア、ね。そういうお花になるそうで、今季節のお花が順次咲いてきまして、この後数日かけておそらくユリが咲いてくると思いますので、まあ、この美しいお花がさらに京町屋に彩りを添えてくれるということになると思います。さあ、京都に戻ってきまして、京都は日々、 祇園祭りの話題でも盛り上がっています。今年は3年ぶりの山鉾巡行ということで、7月の17日の山鉾巡行、先祭りと、1週間後の24日、後祭りの山鉾巡行、観覧席もお池通りに並びまして、できるだけ例年通りの巡行をということで、今のところ粛々と様々な準備が進んでいます。 で、観光協会様がご準備するその有料観覧席がもう販売がですね、今始まっているということなんで、その中でも私たちラクタビが担当する特別の解説付きの席があります。学び席と森さんがいつも担当している河原町お池の辻回しを見るお席があるんですが、今年はこの私が担当する学び席、こちらの方で 今年はね、ちょっとお席も間隔を分けたりしまして、席数そのものがちょっと少ないんですよ。で、その中の一部のお席をあらかじめいただきまして、楽旅で明日から皆様に情報としてお届けしたいと思います。今日まだね、なんですけども、明日、なんとか皆様に情報をお届けできるよその学び席の 皆様からの受付を明日ぐらいからスタートしたいと思いますので、ぜひ明日のライブ配信、午後の7時から明日皆様にお届けしたいと思いますが、午後7時からのライブ配信をちょっとご注目いただきまして、祇園祭、先祭り後祭りともに学び席で私たち楽旅があらかじめいくつかのお席を皆様にご提供したいと思いますので、 ご希望の方は明日以降の申し込みです。あのー、先着順ではなくて今回はちょっとね、抽選制でいきたいと思いますので、ある一定期間の中で皆様からご応募いただいて、その中から抽選で、かなりね、限られた席数なんです。その席数を皆様にご提供できたらと思っておりますので、少しそのあたりは今までの先着順というわけではありません。抽選制で、 まあ、行いたいと思いますので、ご理解をいただきましてね、明日のライブ配信で情報を皆様にお伝えをさせていただきます。ぜひ、ご希望の方は、明日以降、楽旅の方にお申し込みをいただく形にさせていただきたいと思います。ということで、もうね、祇園祭りの話題が様々、京都新聞でも、たくさん出ていますので、今年は、まあ、3年ぶりということもありますしね、後祭りで高山が復興するということもありますので、 大きな話題に包まれる、そんな祇園祭りになりそうです。またこのライブ配信でも、順次皆様にですね、最新情報はお届けしていきたいと思いますので、これからの1ヶ月半、7月の1日から祇園祭りは始まります。その7月の1日までにも、いろんなですね、情報を皆様にお届けをしていきたいと思います。はい、さあ、それでは、今日ちょっと旅へ。 本日もどこかのお寺、どこかの神社へとトークで旅をしてみたいと思います。さあ、だいぶ旅くじの数が少なくなってきましたが、この箱の中に入っている旅くじを引くことによって、本日のトークテーマを決めてみたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。行きますよ。 今日1週間ぶりのライブ配信でこういうセリフがもう忘れてるんじゃないかということでちょっと心配をしていたんです1週間ぶりですからあれあの時に何ていうセリフでくじを引くんだったんかなとかねまあそのあたりがあるかなと思ったんですが意外とスムーズにいってますねはいそれでいきます下の方からこちら こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは、私が中身を確認して、どんな内容か皆様に、一つ、二つ、三つとヒントを出していきたいと思います。皆さんそのヒントを聞きながら、あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。 わかったという方はですね、ぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、さあ、どれぐらい教頭を知っているか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。さあ、本日のトークテーマは、 出ました皆さん今日の旅くじにはこちら出ましたプレゼントですもちづき先生が書きました京都寺町三条のホームズの私たち楽旅と一緒に作らせていただきました旅の始まりゼロ感を先生の直筆入りの本を2名様にプレゼントということになります。作家 餅月づき先生の著書、京都寺町三条のホームズ、旅の始まりゼロ巻直筆サイン入り2名様ということで、皆様に当たります。おお、もう早速今、田中玲さんが本を持ってきていただきました。先生に以前出ていただいたときに、ライブ配信の中でサインをいただきました。その直筆のサイン本。この中に先生のサインが入っています。 私があまり触らないようにして、こうやってサインが入ってますので、この、さあ、サイン本をお二人にプレゼントとなります。この中には、春、夏、秋、冬の四季の京都の観光ガイドブックを私たち楽旅が作って、で、その間々に先生の書き下ろしの本が入っていますから、ぜひ楽しくこの本を読んでいただきまして、先生の作品と、そして、 京都の観光を楽しんでいただくという、どちらも楽しむことができる本になっていますので、ぜひこの本、皆さん、まだ手元にないという方はまずはこのご応募いただきまして、当てていただきまして、外れたという方はもう本屋さん行ってください。本屋さんで買って、ぜひ読んでいただいて京都にその本を見ながら観光をね、楽しんでいただきたいと思います。さあ、それではご応募ですが、 こちらになります。この、もち先生の直筆サイン本が欲しいという方は、ぜひこちらまでメールをください。当たり、アットマーク、楽旅、ドット CO、ドット JP 当たり、アットマーク、楽旅、ドット CO、ドット JP こちらにまで、本日、深夜12時までとありますが、最近ね、皆さんの活動が 活発になってまして、なかなか今ライブでご覧いただける方も少なくなって、まあこれはこれで本当にいいことなんです。皆さんがね、この時間もいろいろ活動をしてということで、夜、自分の時間で YouTube 等でこれご覧いただいている方も多いと思いますから、当初はね、これ、当日の12時までとしていたんですがね、最近これではなかなかね、皆さん、ああ、昨日見ておけばよかったという方も結構いらっしゃいますので、 そうですね、明日いっぱい行きましょうか。明日いっぱい、あそうか、私ね、ちょっとね、金曜日がね、できないので、金曜日の、これややこしいな、やっぱ木曜日にしましょう。明日の深夜12時、明日の深夜12時までにメールをください。1日 長く皆様からのご応募をお待ちします。明日、5月の19日木曜日の深夜12時までにメールをお送りください。当たり、アットマーク、ラクタビ .co.jp そのメールの中に皆様のお名前、住所、電話番号と好きな4桁の数字を書いてください。この4桁の数字で抽選を行いたいと思いますので、 明日5月19日の木曜日24時深夜0時までにメールをお送りいただきまして土曜日に抽選をしたいと思いますのでぜひご期待いただきたいと思います本日は当たりくじが出ました京都寺町三条のホームズ0館で先生の直筆サイン本お二人様にプレゼントをしたいと思います拍手持久先生ありがとうございます さて、もう一回いきましょう、旅くじ、改めまして、くじ取り式です。もう一回いきましょう、今日一1週間ぶりですからね、これで終わっては皆さんも消化不良、<laughs> いきます、下の方から、重なっている、重なっている、こ,こちら、こちらは本日の。 二つ目の旅くじとしたいと思います。それでは、中身を改めてみたいと思います。くじ改めです。あら、二つ重なってますね。外側にします。さあ、本日の、おっと、さあ、かさま。 一週間ぶりの逆さまでした一週間前あったかなわかりました本日のトークテーマ今日実はこの習わしが伝わるところに行ってきましたよくその地域に行くとこの習わしが今も残っています 今日は、実は午後、研修がありまして、ある業界団体の皆様と、京都の街中を歩きながら、京都の歴史や、あることを学ぶために、ゆっくりと東山の方を歩いてきたんです。集合は、京阪、祇園市場駅から歩ける範囲です。で、その地域を歩いた時によく、 このお話をします。この辺りは、こういう習わしがあって、だから、なかなか行くことができないんです。とか。祇園市場駅から今日は、東の方へと歩きました。非常に、ね、今日お天気が良くて、最高気温が28度ということでも、もぎギラギラした太陽の下ではありましたけれども、 その辺りの街並みにはおもてなしの文化が随所にあふれ軒下には提灯が下がり時に大きなベンガラの赤い壁が見られたりその辺りを歩きながらこの辺り一帯にはこの習わしが今もよく残っています。 とということをお,伝えしましたおもてなしの文化の一つでありましてあらあの方は初めてかしらということでこういう習わしが後々に生まれてきたということなんですなかなかヒントが今日は難しくて皆さん分かりましたか そうです今日は芸妓さん舞妓さんが400年おもてなしの文化を伝える加害祇園工部を歩いてきました軒下には串団子と呼ばれるかつて八坂神社の門前でお茶とお団子を提供したお茶屋さんから始まったそんな歴史を提灯に射抜かれた白の お団子の紋章が伝えています。その加害祇園公部などで色濃く今も残る習わしがこちらです。これはね、なんかこう多分一般的に皆さんの印象としてはまあ、京都の人は、 いけずやなぁという、ね。一元さんというのは、初めて来られたお客様のこと一元さんと言いますね。まあそういう、初めてのお客さんは、うちはお断りどす。<laughs> みたいなね。そんなことで、なんかこう、いけずっぽい、皆さんには印象になる言葉なのかなと思うんですよ。でも本当はそういう意味で用いられた習わしではなくてですね、 ま、特に、現在で言いますと、祇園工部などの、まあ、課外、芸妓さん舞妓さんがおもてなしの文化を伝える街に行きますと、やはり、おもてなしのためには、その方が、どんな食べ物がお好きで、どんな音楽がお好きで、どんな舞を楽しまれるのかとか、お客様のことを知るからこそ、最高のおもてなしができる。 逆を言えばどのようなお客さんかわからなければおもてなしのしようがない粗相があるぐらいであれば一言三お断りという形になったということなんですですから何も初めての人だからお断りをするというわけではなくておもてなしの街加害におきましては特に 一元さんの方はどのようなおもてなしをしたらよろしいのか、なかなかつかめないところもあって、ですから、誰かの紹介でいけば、その人からの様々な情報もありますので、おもてなしができるということで、紹介制でお客さんが広がっていく。という形で、一元さんお断りという、なんかこう言葉だけを聞くとね、 一元さんはお断りみたいなちょっと強い印象がありますけども、そうではなくて、まあ、やはり最高のおもてなし。まあ、人と人のつながりが強い京都ならではというところもあると思います。誰かからの紹介で、しっかりとしたお付き合いを末永く、お茶屋さんとしてもしていきたい。お客さんもしていきたい。ですから、その短期的な1回2回のおもてなしではなくて、 長くお付き合いをしていく中で、お互いにこう育んでいくね、そんな信頼関係というのもあって、まあそれらが今一番色濃く残っているのが、やはり、加害、井、祇園工部、祇園東、宮川町、ポント町、上市県などのおもてなしの文化を伝える、そういう町だと思うんですね。まあそのあたりでよく一元さん、お断りという言葉を皆さん耳にすると思うんですよ。 でもまだね、料亭さんなんかでもそういうところがあったり、やはり誰かの紹介で行くと、しっかりとしたおもてなしがある。というのがまの、まあ、京都の文化の一つかもしれませんのでね、ぜひ皆さんも、こう、お店というのはね、1回2回行くというよりかはですね、長いお付き合いを念頭に、1回目、2回目、3回目と、 こう関係を深めていってお互いに良い関係を作りいい時間をそこで過ごしていただくことが素敵きな、まあ、将来と言いますか今後になると思いますのでそういう感覚でね是非皆さん自分のお店とか自分の空間とかそういうものをね長い目で作っていただくと京都はまた違った楽しみ方が 奥深い楽しみ方ができてくるんではないかなと思います。まあもちろんお店にとってはね、いろんなお客さんをというお店もありますので、そこはもう使い分けで、こういう時はここ、こういう時はここという形で、皆さんもぜひいろんなですね、そういうお付き合いを広めて、一元さん、お断り。ね。この言葉をちょっとこう胸に秘めていただきながらですね、そういう関係性をお店と深めていただくといいのかなと思っています。 なかなかね、難しい今日はトークテーマでしたけども今日は一元さんお断りについてでしたさあ、ほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日のトークはここまでとなりますさあ、先ほど当たりくじが出ました 京都寺町山条のホームズゼロ館。こちら、も月先生の直筆サイン本。お二人様にプレゼントとなりました。当たり、アットマーク、ラクタビ .co.jp。こちらにまで、明日の5月の19日、木曜日、深夜の24時、0時までにメールを送りください。氏名、住所、電話番号、そして4桁の好きな数字を書いて、 どしどしと皆さん、メールをお待ちとります。さあ、それでは、心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ皆さん、合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。 この好きなるというところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からも京都にたくさんの元気をお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きなる ということで、本日は午後の7時からお届けしました。タビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。明日も同じく、午後の7時からお届けしたいと思います。明日は、木曜日ですから、タビ大学校一般講座、第3週目は、私が担当する第3木曜日になります。さあ、いよいよ、4月に始まりました新テーマでの講座。 明日は4月の講座で弾きました岩手県、山形県、長野県、三重県。この4つの県と京都とのつながりをお話をしたいと思います。さあ、三重県だと伊勢神宮があったり、あそこだとあれがあったり、皆さんも少しね明日講座を迎える前に 京都と三重県のつながり。おあの人物もいたとか、山形県といえばあれだとか、ちょっと皆さんなりに、特に京都検定受験されている方は、た,た頭をですね、フル回転させて、そういえば検定本の中であそこにあの都道府県が出てきていた。特に明日は岩手県、長野県、山形県、 三重県。この四つをお届けしますから、さあ皆さんが想定した話題がどれだけ出てくるか、もしくは皆さんが想定して私が出してないテーマもあるかもしれません。トークがあるかもしれませんから、そのあたりは明日ね、チャットで、これもあるんじゃないですかと結構皆さん来そうですね。特に、そこの出身の方が今京都にいらっしゃったり、そこの出身の方が見ていると、 もう山のように何かこうメールチャットが来そうですけれどもまあそれも楽しみながら明日のラえー、オンライン講座はですね皆さんからのチャットもいろいろこうご紹介しながら各都道府県の名産名物なんかも紹介していきたいと思いますのでぜひお楽しみにいただきたいと思いますその7時半からのオンライン講座の前に7時から凝縮版で明日お届けしたいと思いますのでぜひお楽しみいただきたいと思います それでは本日もご視聴ありがとうございました。プレゼントのご応募皆さんお待ちしています。では、ポチー